はい、どうもこんにちは、渡るぬきです。現在北海道の木古内駅に来ているんですけども、ここからね、2014年まで江差駅までね、まだ走ってたんですね。で、それがなくなって現在4年が経ったということで、今現状どうなっているかっていうのをね、この前三江線の廃線直後を見に行ったんで、今度江差線4年経った状態の廃線っていうのはどうなっているのかっていうのが気になるんで、全駅江差駅まで巡っていきたいと思います。ではね、出発いたします。はい、じゃあまず1箇所目、木古内駅の隣の渡島鶴岡駅に来ました。ここはね、乗車時に6人いたみたいですね。まあ、まだまだなんとか木古内の市街地の近くというか住宅が少し見えます。で、ここは道南トロッコ鉄道っていうね、まあ観光列車というか、多分自転車みたいな工具やつだと思いますけど、それに転用されてますね。ただ立ち入り禁止ってなってるんで、今日は営業期間じゃないのかもしれない。多分本当にピークのね、お盆とかそういう時期しかやんないんじゃないかな。運行予定日6月から8月の土日だけやってんのか、多分な。こういうのは面白いですよ、絶対。やったことないけど、多分ホームをそのまま道南トロッコ鉄道っていう看板に書き換えてやってるんでしょうね。まあ、2つ目の駅、吉堀駅、多分この辺なんですけども、なんか道路工事の事務所に使われちゃってますね、場所はね。ちょっとね、調べてみたところ、あそこにね、あれが待合室だというのは確かなんですけども、もうね、もうもちろん廃線で廃駅になってますから、立ち入れるようにする必要がないんで、もう工事の事務所になってて、近寄れないという状況です。一応路線バスは 1,2,3,4,5 6本くんのかな、平日は。一応そういう感じで。そっか、4年経つともうこんな感じになっちゃうんですね。ただ代わりといってはなんですけど、ここは吉堀駅近くの踏切の跡地のはずです。で、線路自体はね、まだ全然普通に置いてありますね。しかもなんか結構綺麗な感じがしますね。さあ、道道の5号から外れて、ちょっと来たところ、分岐した道路があって、ちょっと来ました。ここに新名駅の跡がありますね。で、バス停の、なんだろう、これバスの折り返し場として結構整備されてて、線路があって、なんか、ね、撤去した部品みたいなのはもうそのまま線路の上に放置されてますね。で、多分ここの広いスペースみたいになってるのが駅のホームがあったところだと思います。ただここもね、乗車人員ゼロで。でね、説明し逃したんですけど、途中の木古内駅を含めて、江差線のこの先に廃止になった区間10駅あるんですけど、そのうち半分、5駅はもう乗車人員0人だったみたいですね。反対側もなんか踏切注意止まれ見ようとか、こっちもなんかいろいろ撤去した枕木とかレール、多分この辺にこの辺の部分だけ撤去したみたいになってるんですけど、その撤去したのは多分その辺に放置してますね。いや、そんなんでいいのかなって感じはしますけどね。さあ、続いて湯の台駅に行きました。ここは湯の台駅入り口って看板が残ってますね。で、乗車人員も23人で、途中駅では一番多いところになります。でね、入り口って方に来てみた方がいいんですけど、なんか明らかになんか大々的に撤去されたような空き地になってますけど、でしかも代替バスのバス停もなんかこんなダートなところにあるし、バス待合所もプレハブだしで、まあ、これから開発してる途中なんだと思いますね。で、向こうの奥も多分あの木で柵をしてあるようなところの奥が線路が続いてたところですね。この辺は、この周辺はとりあえず線路が撤去されてますね。さあ、なんともチャーミングなね、天の川っていう川のところまで来ました。いや、でもこんな、そんな雨降ったのかってぐらい、濁った水が流れてますけど。で、後ろを振り返ると、ここが宮古市駅の跡地でしょうね。小屋みたいな待合室が多分この辺にあったんだと思います。で、すぐ、ホームの跡地がこの辺かな？ですね。線路も撤去されてますね、ここも。ここが踏切があったところだと思うんですけど、一応線路のとこは柵がされてて、一応レールはここは撤去されてて、もう草が生い茂って、奥の方はもう木が倒れてますね。結構、江差線に関しては、なんだろう、駅の設備だとか撤去してるんですね。さっきの宮古市駅はね、マジで駅の周り、何も家も建物も何もなかったんですけど、次のね、ここ、桂岡駅、矢印って左出てますけど、ここは家が結構ありますね。ただ、ここ左は進めないんで、駅どこだろうなーって感じです。で、多分こっちがあれかな、駅かな。まあ、多分ここからこう線路が来て、で、この辺が多分駅のホームだったんでしょうね。で、さらに向こうに、向こうに続いてますね。で、向こうの方に柵があって。まあ、こう設備がね、撤去はされてるし、こう、なんか、重機が置いてあってなんかやろうとしてる感はあるけど、でも結局この先どうしようとしてるのかよくわからない状況になってますね。さあ、続いて中須田駅に来ました。ここもね、
こっちのこの辺まで線路が残ってるんですけど、で後ろここが多分駅の跡地だと思うんですね。多分この辺が入り口だったのかな。多分ホームとか待合室が多分この辺にあったものと思われますね。で線路がこの辺にあったみたいなんですけど、こっちのこの辺は線路が剥がされてて、この違いは何だろうなって思いますけど、別に何かに使われてるわけでもないですからね。でここはまっすぐ見通しが良くて、ずっと結構奥の方まで線路が剥がされてるように見えます。剥がして本当どうしたんだろうって感じがするんですけど、でこっちに進むと次の駅上の国に行けるはずなんで、引き続きそちらを目指していきます。さあ続いて途中駅としては最後の上の国駅に来ました。多分このね広い空き地が全部江差線の跡地みたいなんですけども、の店とか、結構あってコンビニもあってね、それなりに人はいる地域だと思うんですけど、ただ利用者は乗車人員1人だったから、ね、あったまさかのあった上の国駅、ここに来てねなんかやっと駅を忍ぶものがね出てきましたね。多分ここからここをねドア開けて抜けるとホームがあって、そこから列車に乗れたんでしょう、おそらく。これが終点の江差駅です。この一般駐車場、駅ご利用以外の駐車はご遠慮くださいって言っても、駅がもうない感じがしますけどね。とりあえずここに資料館みたいになってるんで、中に誰かいるのかな、ちょっと行ってみますね。いやでもなんか結構複雑な気持ちですよね。なんだろう、昔から僕が生まれる前から廃止になった駅の資料館なんていうのはね、行ったらああもう昔からないんだなみたいに思いますけど、この江差線なんか数年前まであったのにもう昔からないみたいな感じでこういう資料館になっちゃってるんで、本当一瞬にしてね亡くなる時はこうなっちゃうんだなって思いますね。ああでも多分このめちゃくちゃ工事してるのが廃線の跡なんでしょうね。まあ邪魔するのも悪いんで、とりあえずこの駅前のバス停の名前も江差駅でもなんでもなく陣屋団地。さあとりあえずこれでね、廃止になった江差線大体4年経つとどうなるかっていうのをね見てきたんですけど、もう駅がなんとなくあったっていうね地形で見ればわかるけど、別に建物としてなんか残ってるってところはもう全くないですね。この終点の江差駅に関してもそうですね。でこれからなんか作ってるっぽいところと別に放置してるところとありますけども、とりあえず設備の撤去だけは最近はすぐする方針みたいなんですね。で次はねさらにもう一つ30年くらい前に廃止になった松前線っていうのが近くにあるんで、合わせてね散策していこうと思いますので、次そちらの動画もぜひご覧ください。ではありがとうございました。